使用通りにエンジンが動きません。鈴木の彼方。こんにちは。自動車整備資格保持。YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は8月の29日に、トヨタさんのランドクルーザーなどからサービスキャンペーンが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。YouTube くんがより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのはエンジンの制御コンピューター。現代の車はエンジンの動きのほぼ全てを電子制御、つまりコンピューターの力で動かしています。アクセルの踏み方次第で最適なエンジンパワーにするとき、昔の機械式ではどうしても精密に動かすことができないです。なのでコンピューターで精密な動きを制御して燃費やパワーを調整しているんですね。ところがこの制御プログラムがまずく、アクセル全開で踏み込むと本来必要なエンジンのパワーが出せないとのこと。これでは本来の設計書と全く仕様が異なるので、今回のサービスキャンペーンになっています。改善内容はこのダメなプログラムのアップデートですね。対象車種はトヨタさんのランドクルーザー、そしてレクサスさんの LX600。 2021年3月24日から2024年6月19日までに製造された車が対象となっています。台数は書かれていませんね。今回の解説いかがだったでしょうか。アクセル全開なんて普通やりませんが、車が車なのでタイヤが泥にはまったら思いっきり踏み込むかもしれません。必ず修理に出してくださいね。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回は、ホンダさんのリコールについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。